皆さん、こんにちは。こんにちは。今日も始まりました、招き猫のインプロテレビ。イエイ。はい、即興パフォーマンス招き猫のゆういちです。さよです。泉です。よろしくお願いします。即興パフォーマンス招き猫は愛知県を中心にインプロの講演やワークショップを行っている団体です。インプロというのは台本を使わないイギリスで生まれた即興のお芝居。演技力、演出力、脚本力などが育てられるたくさんのゲームがあるので、このインプロテレビでいろいろやっていきたいと思います。うん、やっていきましょう。はい、うん、スーツってこういうイメージだから、ね、そういう感じで、はい、さあさあ始まりました、ね、インプロテレビでございます、はい、ね、うん、さあじゃあ今日はですね、うんうん、またいつものように自己紹介からいきたいと思います、うん、はい、はい、お願いします、またじゃ あの小さい頃の話をね、していきましょう、ね、僕の小さい頃の話、だいたい僕じゃ2歳ぐらいの頃、うん、1歳か2歳ぐらい、僕記憶ないんですけども、うん、その頃ですね、前話したようにすごいおとなしかった、うん、ね、絵描いて本読んだり、うん、絵描いたりしてずっと黙ってる時があるんだけども、うんうん、おとなしい時と、うん、こうなんていうの、乱暴な時の差がめちゃめちゃ激しい、うんうん、なんかこう乱暴な時はいつもこう棒を持ってこれカン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 ってなんか叩きながら歩いてたらしいですね。家にあるタンスとかこうカン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 って傷つけちゃうんだって。で、ある日あの母親のこう三面鏡、新しい三面鏡が来たって、で、それが2階にねこう届いたらしいんだよね。それを僕は聞いて、こうなんかこう物差し持ってパーってこう2階走ってて、で、ドーンってあの下三面鏡のガーンここねガーンってやって割ったんだって。で割ったらあの安心してこう帰って下に、ね、帰っていったらしいんだけども、お母さんかわいそう。なんかそんな風にすぐね新しいものを壊す。へー、うん、マーキングなのそれ。なんだろう、何したかとか分かんない、覚えてない僕は。あ、そっか、覚えてないんだ、うんうん、僕のテリトリーに新しいものを僕の許可なく入れるなみたいな感じなのかな。かもしれないね。支配欲なんじゃないの。そうね、2歳児の支配欲、うん、自分はもう傷つけましたよと。あ、自分の方が強いですよみたいな。そういう、うん、そういうことね。そんな、うん、そんなおとなしくて乱暴な子供でした、はい、扱いにくいね、よし、ね、はいはい、うん、はい、じゃあ私も覚えてない時の話にします、うん、あの母親から聞いたんだけど、うん、なんかね、こう、 うち父さんがこう国鉄マンだったんだけど、その時、うん、で社宅っていうかこう国鉄アパートってこう社宅みたいなところに住んでて、うん、でね、ある日こう社宅の奥さんがうちのお母さんのところに走ってきて、うん、ちょっと中尾さん大変よ、うん、って言うのって、うん、どうしたんだろうと思って、うん、したらお宅のさよこちゃん、通る人捕まえて、うん、うちお金ないのよってみんなに言ってるって言うんだって、うん、と思って、うん、まあ、確かにそんな裕福じゃないかもしれないけど、うん、なんでそんなこと言い出したのかなと思って考えたんだって、お母さん、はい、そしたら、あ、うん、朝、うん、お父さんが出かけに、うん、あ、ちょっとなんか1万円か2万円ないみたいな感じで言って、うん、お母さんがその時、あ、今ちょっとうちにお金ないのよって言ったのをどうも聞いてたらしくって、でこうたーってこう奥さんに呼ばれてね、こうアパートの下の道路のところに行ったら、もう通る人の裾をこう捕まえて、でどうしたのって言われるじゃん。じゃあうちお金ないのよって言ってなって、でみんなえってなるじゃん。また次の人のところ行ってこう引っ張るじゃん。でうちお金ないのよってね言ってたって。でもね、うちの母さんのすごいところは怒られてないんだよね多分。私なんかね、ものすごい大笑いしながら、うん、なんかハッハッハッハって感じで、うん、いやまあしょうがないよねみたいな。おあ、言ってたわ、そういえば朝、うん、まさかあれ聞いてたんだみたいなお母さんだったので、うん、まあだからこんなのびのび未だに育ってるのかなと思います。いいね、中間さよこでございます、よろしくお願いします、いい親だ、普通は怒るもんね、そんな恥ずかしいことを言うんじゃありません、うちはお金ありますよとか言うかもしれない、お金あるって言ってきなさい。怒られてないね、多分、はい、あ、じゃ あ泉さん、ひろきです、ですね、僕も小さい頃、こう家族で、うん、その公園に遊びに行ったんです、うん、でそこでその公園には湖があって、
で、じゃあ湖の前で写真を撮るっていうことになったんですけど、うん、兄弟並んでるんですけど、うん、そう、まず1枚目写真撮った後、うん、2枚目撮った時に僕急に泣き出したんです、うん、大泣きしだして、うん、でその時はその大泣きした理由がわからなかったんですけど、うん、あの後々その写真を現像したら、うん、あの2枚目の写真の方に、うん、あの僕の足のかかとにこうちょうどピンポイントでガチョウかなんかがこうグワッて足かかかん噛んでるところの写真があって、あ、そうか、これで泣いたんだってのが分かったんです、うん、で それまでは僕急に泣き出すんだって思われたんですけど、それがまあ証拠になって、え、な、何、泉沢家は必ず何かが起こってそれの解決が、うん、その後撮った写真に何必ずヒントが残ってるので、ね、うん、前もそんなような話したかったっけ、 そ、ね、うん、そんな感じでした、うん、泉さん、ひろゆきです、はい、よろしくお願いします。さあ、それでは行きましょう、うん、ね、まあ、今日なんでこんな格好してるのかなっていう ね、はい、話でございました。はい、では行きましょう、はい、今日のインプロのコーナー、どん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 、今日のインプロは解決社長、説明しよう。解決社長とは社長、解決社長とは、解決社長は、ね、はい、社員が大変大変ですって言ってきますと、うんうん、それを、ね、大変なことを、ピンチなことをチャンスに変えるという社長の、まあ、ゲームです。いいじゃん、うん、ね、うん、ということで早速、うん、社長室に行きましょう。おー、はい、ね、では行きましょう、せーの、よいしょ。はい、ということで社長室に来ましたね、景色がいい、ね、景色がいいです、うん、さあ、それでは解決社長をやっていきましょう、はい、はい、さあ、どういうのかというと、まず社長が一人座っています、はい、ね、そして、そこに社員がやってきますと、うん、ね、社員がやってきて、何か、社長大変です、こんなことはありました、社長大変です、ね、うん、泥棒が入りました、うん、ほう、泥棒、ね、うん、うん、じゃあ社長は何かね、答えますと、警察呼んでくれ、うん、わかりました、はい、うん、うん、っていう風になると。じゃあ、あれね、じゃあこのまま行きたいから、うん、じゃあ何の社長か決めましょうかね。はい、うん、じゃあですね、あ、ちょっと急にあれなんですけど、はい、あのこれ、まあ、いろんな、ね、会社ありますけど、何の会社の社長をやっているのかというのをちょっと決めたいと思います。食品メーカー。食品メーカー。食品メーカー、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。急な振りでもありがとうございます。食品は使っている。はい。うん、食品、うん。じゃあ行きますよ。じゃあ試しに行きましょうか。うん、じゃあ大変なこと来ましたと、うんうん。じゃあちょっと対応してみてください。はい、ね、まだ解決はしない。はい。じゃあ行きましょう。うん、どうぞ。社長大変です。うん、あの牛肉の偽装がバレました。うん、バレた？うん、じゃあ隠せ。隠せ。わかりました。うん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 、はい。というね、まあ普通は対応すると。うん、ね、で、今度どうしたいかっていうとですね、解決社長は大変なことが起こったら、うん、それを逆に大変なことを生かして、うん、あ、それはチャンスだ、ちょうどいいと思って何か対応策を出すと、うんうん、ね、大変なことを逆に使ってみるということです、うん、で、どうするかというと頭で考えるんではなくって、うん、まず言葉、それはちょうどいいと言ってしまう、それはちょうどいい、うん、ね、アイデア浮かんでしまう前に、うんうん、こういうふうにしようって考える前に、それはちょうどいいとも言ってしまう、うんうん、それはちょうどいい、あとアクションはこうやってみる、うんうん、パートグー、そう、パートグーで、うん、それはちょうどいい、うんうん、それはちょうどいい、うん、とやってみると、はい、でその後何か出てくるかもしれないし、うん、まあ、出てこないかもしれません、うん、がちょっとまあやってみましょう、はい、で、ご紹介、解決社長、はい、で社員はなんかいくつかね、大変なことを言ってください、はい、こんなこと起こりました、はい、で、社長はそれはちょうどいい考える前に言ってみてください、うん、出なかったらもう一回やってみましょう、はい、ね、うん、では行きましょう、あ、私の対応はどうしましょう、対応、あ、そうね、で、あ、そしたら社長が何か言ったら、うん、もしね、いまいちだなと思っても、うん、さすが社長、さすが社長、うん、と言って褒めてください、はい、うん、じゃあ行きましょう、では行きましょう、解決社長、3、2、1、スタート、社長、大変です、うん、牛肉の偽装がバレました、それはちょうどいい、あ、それはちょうどいい、あの、すごいちょうどいい、うん、ちょうどいいね、うん、じゃあ詳しくどんなんだったか言って、あの、うん、どういうことかと言いますと、うん、あの、3ヶ月、うん、あの、
こう松坂市に置いておかなきゃいけなかったのに、うん、2ヶ月しか置いてなくって、うん、本当は北海道の牛で、うん、北海道の牛なのに松坂の牛って売っちゃったんです。それはちょうどいい。あのこれを機に北海道の北海道産を押して北海道フェアに乗せて売り出そう。さすが社長、はい、それではこれから始まる、うん、あのデパートの北海道フェアに合わせて売り出してきます。サンポもう一個行きましょう。どうぞ。社長大変です、うん、あの お菓子、うん、あの遠足で子供たちが遠足でお菓子を絶対に持ってちゃいけないという法案が通りました。それはちょうどいい。これを機にうちで作ってるおつまみを子供たちに持たせてやるんだ。子供おつまみですね。ああ素晴らしい社長。それでは子供たちにリサーチしてきます。もう一個行きましょう。社長大変です。会社が美味しくない美味しくないっていうお客さんで埋め尽くされました。あ、それはちょうどいい。今作ってる試作品をそこの人たち食べてもらって売り出す前にその人たちが美味しいっていうものを作り出せばこれで売れるよじゃないか。素晴らしい。ああ社長、それでは試作品を全部その人たちに配って一番美味しいというものを販売してきます。クレームもこれでなくなりますね。はい、オッケーオッケーオッケーですね、うん、そんな感じそんな感じ、うん、ね。はい、ということで どうでしたかやってみて。あ、最初、うん、最初何も出てこなかったですね、うん、イメージがね、うん、どのぐらい、どんな大変な具合かっていうのは。あ、そうだね、具体的じゃないもんね、うんうん、っていう感じ、ね、うんうん、どうですか社長、3回ぐらい繰り返しやりましたけども、うんうん、あの、うん、3回目のやつは、うん、結構すんなり、うん、なんか、お、ちょうどクレーム言ってくれる人が来たんだと思って、じゃあちょうどいいじゃないかと思って、うん、いいですね、うん、これ社員の関わりもよくって、うん、ね、さすが社長、うん、どんなの言っても言ってくれると、うんうん、ね、なのでだんだん自信が湧いてくるわけですよ。あ、俺さすがなんだと、うん、ね、社員のもただはいっていうだけじゃなくて、うん、あ、じゃあこんな風にしますって言って、うん、なんていうの、社長のどう良かったのかいうのをまとめて返すじゃない。うんうん、あ、確かに、うん、あ、なんかでも入ってくる時も、うん、ほら次々、うん、あの問題を言わなきゃいけないんだけど、はいはい、やっぱ結構思いつかなくって、あ、そうだね、だけど、うん、なんか大変ですって言うと、はいはい、大変ですって言ってこうなってると、ね、うん、なんか大変なことって浮かぶもんだなと思いました、うんうん、そうだね、そうです、うん、これはあの体の、ね、形とか声とかに合ったやつが出てくると、うん、大変だって言ってるから大変なもの出てくるということですね、うん、これは面白い、ね、うん、逆言ってみましょうか。あ、本当、ね、じゃあ私社長やる、うんうん、ということでね、言葉、ね、ちょうどいいという言葉だったり、ね、大変だっていう言葉、うん、その後にはそれに合ったアイデアがつながってきやすい、うん、ね、なのでとにかく言ってしまう、うん、言っているうちに、うん、あー、いいですね、社長。社長っぽい。ちょびひげつければよかったかな。ひげね、ひげ欲しいね。じゃあね、この社長、じゃあですね、また坂木さん、もうパッと見で、あ、何の社長、ね、何の会社の社長に見えるかというのをですね、教えてください。パッと見、何に見えるかね。ガーデニング、おー、ガーデニングの社長、庭ね、いいね、庭のなんかこう植木だったりとか、いいじゃん、やつですね、ガーデニングだよ、オッケー、やってみましょう、うん、では行きましょう、解決社長、3、2、1、スタート。社長大変です。どうした。うちで売り出したあの土にあのすごい有害な毒物が含まれてたというクレームが来ています。それはちょうどいい。有害なのか、はい、どんな有害だ。あの触ると皮膚がこう溶けていくような。それはちょうどいい、はい、あの今結構世の中では害虫問題、ゴキブリ問題が出ている、はい、北海道今ゴキブリがいなかったのに出るようになったんだよ、はい、北海道にその土を全部持ってって、はい、ゴキブリをそこに埋めてしまえ。さすが社長です、うん、それでゴキブリが退治できれば北海道みんな喜ぶですね、うん、はい、ゴキブリ退治土だ。ゴキブリ退治土、うん、早速売り出していきます、うん、もう一個行きましょう、うん、社長大変です。どうした。うちで作った花が、うん、あのなんか他の会社の花と同じだっていうクレームが来てて。それはちょうどいい。同じ花なら、うん、そこの会社と提携をして、はい、どん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 その花を世界中に植えるというキャンペーンをしていこう。
さすが社長です、うん、1社だけじゃなくて2社で。そうだ、はい、世界を変えるという名目で仲良くなってこよう。早速行ってきます、ね、うん、OK、もう一個行きます。社長大変です。どうした？うちが卸してる花屋が軒並み潰れていってるんです。それはちょうどいい。もう花屋っていう店構えじゃなく、はい、もううちの花を育ててる畑を全部、うん、あのいちご摘み放題みたいな感じで花摘み放題っていう風にしてお客に売り出そう。さすが社長、うん、それは今までなかったですね、うん、お客さんが自ら摘む。そうだ、それは絶対入ります。うん、行ってきます。行ってこい。はい、オッケーオッケーオッケー、いいですね、いいですね、いいじゃないですか。どうですか社長、うん、言われた時は、うん、なんかちょっと一瞬ちょっとなんか、うん、どうしたらいいかなとか難しそうだなって思いそうに、ね、思いそうになるのね、うん、でも思っちゃうともうここにはまるから、はいはい、その前にほら考える前にやれって言われたので、うんうんうん、あ、やばい、その難しいって言葉を自分に言ってしまいそうだっていう前にこう、うん、ちょうどいい、はいはいはい、って言うと意外に出てくるし、うん、中の時はちょうどいいって言っときながら、うん、それはどういうことだっけ、うん、そんな感じで、うん、一人で頑張ってる感じはあんましないから、やっぱ循環したんだね、うん、循環してるし、うん、この形と言葉が結構助けてくれたなっていう実感があります。おー、そうなんだね、うん、オッケーオッケーでしょ、うん、じゃあラスト行きましょうか、うんうん、あ、お、行きますか、うんうん、はい、お、社長、はい、さあそれでは、うん、何の社長に見えるかすいませんね、うん、この3つも連続で、ね、パッと見で学習塾学習塾学習塾だって、うん、いいね、はい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 、それでは、はい、学習塾の社長、うん、321スタート。社長大変です。おー、どうした？うちに通ってる学生たちが、うん、あの窓ガラスを割りまくってるんです。お、それはちょうどいい。窓ガラスを割りまくってるのか、はい、元気じゃないか、はい、うちの学習塾に来たら元気になれると言ったらいい。今の子供はね、おとなしすぎる。はい、そのくらい元気になるぞというのを売りにしよう。さすが社長です、うん、今まで閉じ込められてたその子供たちの、うん、その欲望、うん、思いをこう解き放つための塾なんですね。尾崎豊のファンの層が親になってるから、はいはい、それが申し込んでくるよ、割れてたら。さすが社長です、うん、早速その尾崎豊ファン世代の、うん、あの親たちにその通知を流してきます、うん、はい、社長大変です、うん、あの講師の、うん、講師が全員、うん、あのアメリカに帰ってしまいました。おお、それはちょうどいい。帰ったか、はい、おお、帰ったか、はい、あ、英語を教えられる人間が、うん、今この建物に一人もいません。よし、それはちょうどいい。ツアーをしよう、アメリカに。ほう、うん、一軒ずつ帰ったんだよな。そう、先生のとこ行って、教えてもらって次行ってまた教えてもらうっていうツアーを組んで、ね、先生のね、慕ってる子たちがいたわけだよ。わかりました、うん、それでは先生の人気順にこうランキングしまして、うん、子供たちに募集をかけてみます。あ、そうしよう。さすが社長、うんうん、社長大変です、うん、はい、うちに通ってた生徒たちが、うん、あの万引きしたという警察から連絡来て、うん、この塾で教えられたって言ってるんです。それはちょうどいいな、うん、万引きをしたか、うん、何取ったんだ。あの消しゴムをたくさん取ったみたいです。それはちょうどいい。そのくらい勉強したかったってことだな。あ、子供たちは自分で勉強したって消しゴムを取ったんですか。そうです、そうです、うん。あ、さすが社長です、うん、社長大変なんだ、うん、消しゴムだけではありませんでした。あの、文房具屋さんに置いてある、うん、ノートも鉛筆も根こそぎやったそうです、うん、それはちょうどいいな。文房具屋さんがなんだ、なくなったか。もうなくなるぐらいです、もう稲穂が通った跡みたいになってるそうです、うん、あ、それはちょうどいい。じゃあな、あの子供たちがそれ持ってるから、それをもう一回売ろう。売れら、うちらの横に文房具屋作って売りましょう。さすが社長、文房具屋の社長と話をつけてきます、うんうん、そんな感じ。ピピー、はい、オッケーオッケー、はい、ということでした、ね、はい、さあ、それではまたじゃあ帰ってから話しましょうかね、はい、はい、では行きましょう、せーの、はい、はい、はい、ということでスタジオに戻ってきました。戻ってきました、はい、ね、解決社長でした、うんうん、ね、どうですか、やってみて。面白かった、うん、あの結構自分が社長やってる時は、うん、なんか、あ、こんなの思いついちゃったっていう、うん、なんかこう口から出た後にそれを聞いて、うん、あ、
こんな解決策あったんだって思ったりとか、やっぱ褒めてくれるから、うん、なんかちょっと何社長な気分になってきた。ああ、そうなんだね。やっぱその態度というかね、うん、オロオロしてない感じが、うん、その、うん、そこに繋がるんじゃないかな。そうかも。ね、でもゆいさんの社長結構オロオロしてた。そう。ベースがね、オロオロしてるからね。うん、ね、うん、そうだった。あの、やっぱこうこれが結構良くて、うん、やってからなんかこう。お、いいじゃんって、うん、いうのが出てくるから、うん、このポーズ、うん、それはちょうどいいっていう言葉もすごいなんかそれこそちょうどよかった、うんうん、なんかだんだん頼もしくなってきた気がした。なんか最初はちょっと、うん、大丈夫かなこの社長って感じだったけど、うん、やってるうちになんか、うん、この人に言えばなんか何とかしてくれるみたいな、うん、そんな感じになってたと思わない、うんうん、そんな気がするね、うんうん、大変な内容ってなんか、うんうん、なかなかさ、うん、こうパッと出てこないこともあるんだね。こう大変ですって、あ、うん、なんか結構普段はさ、うん、いろんなこと大変だ大変だって言ってるのに、うん、わざわざ考えようとしたら、そう、わざわざ大変なこと考えようとしたら、うん、大変なこと考えるのって結構大変なんだなって思った。わざわざ考えたりしないよね。そうなん、うん、でもなんか日常生活とかで、うん、やっぱなんかこう自然にこうちょうどいいって思ってやるように最近なってるかなって思う。おお、そうなの。例えば、うん、例えば、うん、あの私 2,3 年前に手術をしたんです、うん、お腹このぐらい切って、うん、こう1キロぐらいの、うん、あの筋腫を取ったんですけど、その時にやっぱり見つかった時はもう怖いし、うん、どうしようと思って不安ばっかりで、うん、もうなんかこう世界中の不幸を背負ったみたいな気分だったんだけど、でもなんか腹くくってしまえば、うん、ああでもそれなくなったら健康になるし、うん、体重も減り始めるだろうし、うん、なんか風邪とかも引きにくくなるかもしれないし、うん、というか、 なんかいらないものを手放せたっていう解放感みたいのがなんか出るんじゃないかなって思って、うん、あ、その時に思ってたの。そうそう、でなんかもう手術が決まってしまえばもういいって思って、うん、もうちょうどいいよ、もう見つかってよかったよ今、取っちゃえ取っちゃえみたいな、うん、で手術日 も、うん、もう診察行って、うん、ここが一番早いですって言われて、もうそこでって即決して、なんか考えなくていいですかって言われたけど、もうそこでって言って、もうその日のうちに決めちゃってっていう風だったんだけど、うんうん、なんかそういうのでちょうどいいなって思って、うん、受けたからこそ、うん、多分今ちょっと健康になってる気がします。それから15キロ減ってます。まあ30キロ増えてるんでね、あの手術してから健康になってきて今15キロ減ってるので、あと15キロ減らします。ちょうどよかったんです、減らすのに。健康になったよね、うん、病気ばっかりしてるもんね前。そう、なんか車にひかれて、うん、リハビリ終わったらすぐそうやって手術のやつにかかるとか、うん、なんかぎっくり腰で動けなくなるとか、うん、風邪をひくとか、つなぎ目がなかったよね。そう、インフルエンザに毎年かかるとか、うん、もうひどかったよね、うん、だって初めて多分泉くんに会った時も、うん、ものすごい疲れたかわいそうなおばさんみたいに見えたって言われてたから、うん、あ、そう、相当弱ってたんだと思う、うん、その頃、うん、そんな感じです。はいはいはい、うん、Okay、 なんかある泉くんはそれ。僕はちょうど良かったのはですね、うん、あのお姉ちゃんの結婚式の時に、うん、僕そのやっぱその集合写真っていうのを撮るんですよね、うん、でその時に、うん、そこに写っている自分の姿があまりにもなんかこうなんかこう、うん、すごいもっさりしてて、うん、これはいかんと、うん、このままだと僕このまま何、うん、他に彼女とかも会う機会はないし、うん、女の子に会う機会ないしとか、うん、なんかこう、うん、このままの人生やばいと思って、うん、なんかそこからなんか演劇の学校通い始めたりとか、 なんかこう動き出すきっかけになったんで、そこで自分の姿を見れたのはちょうどよかったですね、うん、見たことあるのその写真。うもうね、本当にやばい、うん、あ、そうなんだ、それは見たいね。その時もスーツだったんだけど黒い、うん、もうなんか最近はさ、いずみくんかっこいいよねなんて言われてるじゃん、はい、もう全然、もう全然、うん、いや、その写真見つかったらぜひね、インプロテレビで披露できたらいいなと思います、そのうち、ね、あ、見たいね、うんうん、中さんあるの、なんか。僕はね、最近はどうかわかんない、昔はね、そういうのよくやってたね、うん、あのあで、この間、招き猫14周年記念ってなってね、うん、招き猫つって1年半ぐらいの時かな、うん、1年半ぐらい経った時に、劇団員がほとんど辞めて、おほとんど辞めて、僕とで、あと1人だけ、あと1人も辞めること決まってるというね、で、あんまやる気がないわけですよ、うん、でも公演の日は決まってるし、なんかやんなきゃいけないと、あ、でどうしようかなってね、うん、困ったな、ね、まあちょうどいいと思って、うん、よし、じゃあ1人でね、あのインプロやろうと、
一人で公演をするというのをやってみようって、ね、チャレンジする機会になったかな。すごい、一人インプロ。そう、その時そういうのやってる人ほとんどいなかったので。もう12、3年前ってこと、うん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 、それをやる機会になってよかったかなと思います。そうなんだ、うん、結構インプロはね、日常生活でもなんか芝居でも役立つななんて思います、うんね、そして、はい、このインプロをやることが、うんうん、できます。できますね。今遅かったね今なんて言ったらいいんだろうと。あ、そう考えとったね。そうそうそう、はい、超初心者のためのインプロワークショップ、うんね、体験会終わりまして、うんうん、あとはあ、ね、本申し込みということでね、体験会ももう定員いっぱい来てくださってありがとうございました、ね、ありがとうございました、ねということで、ねまだ募集はしておりますのでね、うんうん、ぜひ一緒にインプロを楽しみましょう。はい、はい、よろしくお願いします。それでは縁も竹縄ではございますが、招き猫のインプロテレビそろそろお開きにしたいと思います。即興パフォーマンス招き猫のゆういち、さよ、泉でした。またねー。